大衆一党は、ベネズエラの社会民主主義政党である、レオポルド・ロペスラにより2009年に創設された。チャベスやマドロの反米左翼政権に反対する野党で、あり、民主統一会議に所属する。2019年に、暫定大統領を宣言したフンアングワイドが所属する、党。党名は、人民の意志とも訳される。中道派政党正義第一党に所属する。 前茶化押し市長で、ベネズエラクシュの名家出身のレオポルド・ロペスらによって、正義第一党から分離する形で2009年12月5日に創設された。正義第一党よりは、左寄りで社会主義インターナショナルに加盟している。創設ジロペスは、エリート間の合意や交渉によってではなく、ボトムアップからの新しい多数派を形成する。長い道のりだが、これが、 私たちの勝利の唯一の道であると語った。ウゴチャベスやニコラス・マドゥロが率いる、反米左翼政権に反対している野党であり、野党連合民主統一会議に参加している。正義第一党、民主行動党、新時代の党と共に、民主統一会議の主要4政党の一つに数えられている。2019年1月23日に暫定大統領に就任を宣言した。 国民議会議長不安ア,アイドはこの党の所属である。政治的立ち位置はニューヨークタイムスには中道政党と報じられているが、マドロ政権側や政権を支持する論者はエクストリーミスタ、極右と非難している。ありがとうございます。